溶かしたチョコバーをかけたベーコンフライドベーコンベーコンマニアとはアメリカ及びカナダにおける熱狂的なベーコン好きを指す言葉である。特に盛り上がりを見せているのはアメリカでその熱狂ぶりはベーコン国家の建設にもなぞらえられている。ベーコン料理のノベルティやベーコンに関係するアイテムもインターネットを通じて急速に人気を集めた。ベーコン好きの人々は自分たちをベーコン教や ベーコンフリークと呼んでいる。このうねりは1980年代から1990年代に源流が求められる。この時代は高タンパク食が一部にはアトキンスダイエットのためにダイエット食として注目を浴びていたのである。この時からベーコンを主役にしたイベントやこの食べ物をたたえる集会が出現し、ベーコンに関する出来事がメディアを賑わせるようになった。 インディペンデントのアルン・グプタはベーコンが6種類の旨味成分をどの程度含んでいるかを説明し、これが中毒的な神経化学反応をもたらすのだと指摘している。グプタによればベーコンに刺している油が代わりの効かない独特の味を作り出す風味の良さを食べ物にもたらすのである。食い過ぎの時代の終焉を表したデイビッド・ケスラー博士も外食産業では 古典となった次のようなジョークを書き留めている。迷ったら、チーズとベーコンを乗せておけすでに存在する。もの、ベーコンアイスクリーム、ベーコンフレーバーウォッカー、フライドベーコン、チョコレートベーコン、チーズ、ホットドッグのベーコン巻き、パンプディングのベーコンソースがけ、片茹で卵のマヨネーズがけベーコン包み。読んで字のごとく、心臓発射食と呼ばれているもの。 ベーコンソルト、ベーコンドーナッツにカップケーキに、クッキー。ベーコンミント、ベーコネーズ。ベーコネーズは、ジョン・スチュワートが心臓病になりたいけども実際にベーコンを作るのは面倒な人のためのものと言っている。ウェンディーズのベーコネーターは6枚のベーコンを、ハーフポンドのチーズバーガーのてっぺんに乗せたものだが、発売後8週間で2500万個も売れた。そしてあのような、 ベーコンエクスプロージョン。日本度のソーセージを日本度のベーコンで巻いたバーベキュー味がする肉のレンガだ。アルングプタ、インディペンデント、オレゴン州ポートランドのブルドーナッツで提供されているベーコンメープルバー新しい創作ベーコン料理が BLT サンドやコブサラダ、クラムスカジノ、クラブサンドイッチなどのより伝統的なレパートリーに加わったのである。 ごく一般的には卵をはじめとする朝食に使われる材料がベーコンと結びつくが、ベーコンバブルガムやベーコンバンドエード、ベーコン方向剤、ベーコンが焼ける匂いがする、タバコ用、巻紙などの製品も誕生している。高まる、ベーコン人気は新商品の開発に拍車をかけ、ベーコンソルトやメープルベーコンドーナツ、ベーコネーズが出現し、さらにはベーコンエクスプロージョン、 チキンフライドベーコン、ベーコンアイスクリーム、チョコレートベーコンなどの代わり種も登場した。そしてこれらは皆インターネットを通じて知名度を獲得した。その他に焼けたベーコンの匂いで起こすベーコン目覚まし時計という製品も発表されている。2009年にはボルチモア産紙がベーコンがベーコンどころではなくなっていると評する記事を掲載し、こだわり愛するベーコンを こうして、ベーコンに関心を寄せる人が増えたことで、ベーコンオブザマンスクラブが生まれ、ベーコン料理のレシピコンテスト、ベーコンに関するブログ、さらに、ベーコンキャンプさえ開催されている。シアトルで開かれる、この、ベーコンキャンプでは、ベーコンはもはや足したようなベーコン料理や、ベーコン関連グッズの一部でしかない。ベーコンブラで写真を撮る人間すら出現し、この食材はファッションを通じて、 自己主張する道具ともなった。ポートランドマンスリー氏によれば、ベーコンは朝食らしい朝食には欠かすことができない。ベジタリアンでさえ自分たち用のベーコンを食べる権利があると主張するほどになり、ウェブサイト、ベーコントゥデーではベーコンに関する最新の出来事を日々更新し始めた。サンフランシスコウィークリーは、ベーコンキャンプがイベント人気の高まりと足並みを揃えて開催されたと、 報じており、どれだけの高級ベーコンが悪玉として出回っているのか、人はどこまで一つの料理をテーマにその概念を拡大できるのかを実証したと伝えている。イベントでは、ベーコンのアートとしての側面にも触れたレクチャーのほか、パワーポイントでオバコンプロジェクトの発表や、審査及び表彰も行われた。スライドショーでは多岐にわたる革新的な料理や、 実在するベーコンアクセサリーなどが紹介された。サンフランシスコウィークリーは参加者にはベーコンのことだけを考え、ベーコンの匂いをものにし、一品ベーコン料理を持ち寄ることを進めている。メリーランド州ボルチモア周辺にはベーコンを全面に出した様々な飲食店が並んでいる。ベーコンで幸せな時間をという声が響くフェルズポイントのバーではメニューを ベーコン料理中心に一新し、山のようにベーコンを用意している。ハンプデンのカフェでは、ベーコンブレッドを提供している。これは、バーボン、レモン、メープルシロップのカクテルで、リンゴの木で燻製にしたベーコンを、マドラーの代わりに添えているものである。ブルックリンでは2009年3月29日に、ベーコンテイクダウンコンテストが開催され、30人の参加者が最高のベーコン料理を競い合った。 優勝者が作ったのは、バーボンベーコンアイスクリームだった。ABC ニュースは、ベーコンマニアと題してこのイベントに触れるとともに、アメリカでは2008年に20億ドルものベーコンの売り上げがあると報じている。さらに、ベーコンビジネスのブームが到来し、私たちが朝食の肉に傾ける愛はかつてないほど、情熱的なものになったと言えるとコメントした。 2009年2月28日、アイオワ州デモインでは年に一度開かれるブルーリボンベーコンフェスティバルの第2回が開催され、300人以上が集まってチケットが売り切れとなった。2008年3月1日の豚の日に初めて実行されたこのイベントはデモインの保険セールスマンであるブルックス・レノルズが創設したもので、以前から夏になると週末には ベーコン巡礼の旅に出ていたが彼は、その後揚げ物の祭典を世に広めることを決意したので、ある。このイベントでは、ベーコンの大食い大会も行われた。マサチューセッツ州ケンブリッジのアトウッドタバーンでも、定期的なベーコンの大食い大会が2007年に、始まっている。コロラド州ボルダーの人間たちにより2004年には、国際ベーコンの日が創設された。2009年に、 豚インフルエンザをめぐる悲観的な情報が公開されると、豚肉製品を口にすることで伝染するものではなかったにせよ、養豚業界は売り上げと価格の面で打撃を受けることになった。ベーコン、愛の物語の著者、ヘザー・ラウアはその衝撃を、ベーコンは何千年もの間私たちの身近にあった。健康上の不安を何度も乗り越えてきたのだ。 つい最近の事件につけ込んでこの最高の食肉を捨てれさせようとする人間がその企みに成功することはないだろう。シアトルのストレンジャー氏はベーコンマニー。同氏は終焉に関する記事を掲載した翌日、ベーコン万歳。という記事を載せ、ベーコンはソーシャルメディアネットワークを魅了しているというポインター研究所によるレポートを紹介した。この報告によれば、 流行は今や伝染性の勢いを持ち、今ではインフルエンザの不安を和らげたり、アンチポーク、アンチベーコンの流れを食い止める努力の存在も伝えられている。ありがとうございます。